こんにちは、トノです。じゃーん。いや、なかなかね、面白いもの手に入れましたよ。ね、ちょっとこちらご覧ください。なんとなんと新潟にあるオーディオ専門のね、ハードオフへ行ってきました。まあとにかく今まで行ったハードオフの中ではダントツ一番オーディオ専門ですよね。2階に少しレコードや CD があったんですが、もうその他すべてオーディオ、もうねマニアックなもの、大型なもの、高級品がねずらりです。カートリッジからターンテーブルももう本当に高級品がずらり、ちょっと驚きのお店でしたね。なかなかお目にかかれないですよね。ヤフオクで中古を見ることはあってもね、生でこうやってね、いろんなアンプを、あ、アルテックのパワーアンプ気になります。とにかくもう時間がいくらあっても足りないような、そんなお店でした。こちらは CD プレイヤーですかね。 CD プレイヤーもたくさん、もう本当オーディオショップですね。そしてやはりこのアルテック気になりますね。ちょっと衝動買いできるお買い物ではないですが、そして中2階にジャンクコーナーのようなねコーナーがありました。まあこれはジャンクではないんですが、スピーカーもたくさんありました。こちらの奥にねジャンクコーナーが、なかなかジャンクコーナーも普段見ないようなものが多かったですね。自作ボックス、これはなかなか手間をかけた自作の箱でしたね。なかなか頼もしい光景がたくさん。そして見つけてしまいました、こちらです。もうね二度見してしまって、僕はオイルダンプアームをね元から使っているので、このアームにはもう全く抵抗なく逆にワクワクしてしまうんですが、それがまさかねお店で売ってるとは。そしてこの店員さん、レコードマニアのお兄さんでした。浜松にも何度か来たことあると、レコードを探しに来たことあると言ってました。手作りですね。どなたが作りなのかわからないですけど、ね、まあ割と安価にポッと自作を楽しめる雰囲気です、ね、その通りですね。そうということでね、ちょっとこれ掘り出し物ですよね。まあヤフオクで揃えればね、もしかしたらこのぐらいの金額で揃うのかもしれないですけど、でもねもう新潟のハードオフもうちゃんとメンテ済みということで、安心のねお買い物なんでね、ちょっと開封していきます。実は僕ね、あの音吉親父さんのおかげで、もう最初からもうオーディオ始めた時からオイルダンプアーム使ってたんで何の抵抗もなかったんですけど、ハードオフの店員さんにこれを求める人は非常に少ないって言われちゃってね、あの買ってくれて嬉しいですと、そんなこと言われた代物ですよ。だけどねもう僕は実績があるので、ガラードにもつけてるし、まあね本当にあの、ただ今まではね東京サウンドのオイルダンプアームだったんだけど、これはニートですね。ニートのオイルダンプアーム。
まあターンテーブルはねビクターのやつなんで、まあちょっとよくわかんないんですが、ね、でカートリッジがエンパイア、エンパイアのカートリッジがついてます。もう十分ねこのアームとカートリッジだけでこのね価値はあるんじゃないかと思ってます。まあもうキャビネットとねターンテーブルが逆におまけ、おまけなんだけど、もうねこのまま使えればねラッキーじゃないですか。でしかもこの自作のキャビネットなんでね。さあこんな感じです。かっこいいっすよね。このねなかなかいい動きしてるんですよ。ちょっとね楽しみ、これなかなかいい動きしてるんでね楽しみですね。さあさあさあちょっと電源入れてみましょうかね。さあ電源入れます。お、回りましたね。はっちゃー、やっちゃいました。まさかの直結。今ねカートリッジを抜いたんですよ。ちょっと深圧調整でね重り入れようと思って、僕の持ってるやつは線が直結されてないので線が切れてしまいました。ちょっと今日音出せないですね、残念。こっちにね、ほらあの線たちが、この線がね、もうそのままこうなってたんですね。そうかそうか、失敗しました。ということでちょっと残念ですが、今早速音吉親さんに連絡したら、いいよ直しに行ってやるってことでね連絡もらったんで、今度直してもらって動画にします。ショック。今日音吉さんにレコードのカートリッジを直しに来てもらったんですけど、ハンダゴテを直してもらって丸っけ石があるどこ行ってたかな、この先ちょこれです。あ、これかそうだ、ハンダゴテがあの出てくるタイプのやつをね素人ながら買ったんですよ。そしたら1回目で詰まっちゃってもうあの詰まったまま放っておいたら今直してくれました。1週間ぐらい詰まってましたうん、結局ハンダゴテの修理も音吉さんに何でもかんでも師匠、いやなんとかここまでたどり着きました。あとはありがとうございます。あとは接触かけた。そうですね。今新圧と新圧が今これエンパイアこれですかね。1と2分の1グラム違う。ちょうどいいねもいや。1.5 ってことですか。あそうだね。1.5 グラム。今 1.3。1.38 でした、うん。そうですね。まあ、オイルダンプだから軽めに出ちゃうからね。はいはいはい。とっつね。残念。これが、スタイルス。はい。この先っちょが。残念。ない。全然引っかかりません。最近ね、手が震えるもんね。今、このカートリッジの、針が、ダメだったので
こいつにね交換するんですが、重さが結構違ったんですよ、4グラムぐらい。なのでね、ちょっと調整をしていきます。今度ねウェイト板重りを乗せつつ調整していくんですが、もうねもう今切っちゃったんですけど、もうこうちょっとずつハサミでねこれちょっとずつ切って調整できました。今ピシャリ、だいたい 9.6g ぐらいになればいいという計算のもとにやったんですが、よいしょ、ほら 9.625 ということでバッチリですこれで設置していきます。まさかの板重り、釣りじゃない釣りじゃないです、レコード1回に1個板重り、まあ、この家にもある板重りもうね結構夜遅いんで、もうだいぶハイテンションでじゃあやっていきます。もうジジイだとヨイヨイになって手が震えますバッチリ止まりました。レコードで音を出すというのは大変な、そうなんですよ、そうですね、いやこれはねヒロトさんにはあまりそうおすすめできない本当ですかねもうね大体やっちまいますね、針先をそういうことですね、慣れててもやっちまいますからねのが太かったんだね、エンパイアのやつは。やっぱりカートリー変えるときはベテランの方に頼むかオーディオショップに頼んでください。素人はやらないのは絶対いいっす。よかったです。周りにはベテランさんがベテランでもね危ないよってです。音が出ました。いやめちゃめちゃ分厚くていい音、いい音でしたね。やっぱりオイルランプのあれですね、うん、そうそうそう、もう直の音が、お前ノイズ少ないんですよね、ノイズ少ない、なんかざわざわ感もあんまりなくてですね、ちょっとだからこの前にねコメントでいただいてポチった何ヶ月前だろう、ポチって全く聞いてなかったんでダメじゃん送られてきたら7インチだったってもうそういうノラ・ジョーンズの、ね、レコード、ちっちゃいレコードこれ流します。で、ちょっとねあの大人の事情で全部流せないので、うん、すいません、ね、僕のチャンネルではそうです、ね、ちょっと触りの、10秒弱ぐらいちょっと今から流すので、続きは音吉さんのチャンネルでね、お願いします。音吉さんのチャンネルはもうバリバリ流してるんでたまにバンされますけど、ね、あ、たまにバンじゃあまずねこれを、はい、今日は本当にありがとうございます。いいえ、どうぞ、お疲れ様でした。めっちゃ嬉しい、もうめっちゃ大変だったのに、おめでとうございます、ありがとうございます。じゃあ流します、はい。 Sit by my fire